本日実況を担当するのは、私、ザ・ニューーースペーパー石坂です第26回参院選ステークス、全国最多の6議席を争う東京コース、馬議員たちがゲートに向かっております前回、圧倒的な得票率で1位を獲得したのが、立民9社の2位じゃだめなんですが、今日も襟が立っているのでしょうか。 自民級者からは、元ビーチバレーボール選手、1メーター99センチの長身を生かした背が高いんです、写真の枠に入りきりません。そして目玉候補、後ろ髪引かれたい、元おにゃんこクラブの知名度は抜群、苦手なことはインタビュー。続いて、信頼と実績の孔明クイーン、安定感といえば共産の山田区、ファーストの球者ミニユリコ、写真に悪意が感じられます。 台風の目となるのが令和9社のメロリン級消費税はゼロリン級さあ激戦必至の参院選投票コース6議席をかけて馬議員たちが争う形となります各馬議員芸当院完了さあ 今ゲートが開いて一斉にスタートしました注目の先頭争いですが背が高いんですが先行しておりますそれを外から抑えてかかろうというのが現在2位の2位じゃダメなんですがおーっと襟は立っていない襟を正したのでしょうかすでに失速気味であります3番手4番手には安定した走りの公明クイーン共産の山田君もしっかりとついております5着争い後ろ髪引かれたい外からメロリン級維新ロブスターがつけております元気がないのがファーストの級車ミニユリコ馬主小池都知事 の育業だけが一人歩きかこのフリップ本当にいるんでしょうか維新ロブスターも遅れている 猪瀬元都知事からのボディタッチという名のセクハラが効いているのか全く元気がありません現状で先頭からおしまいまで15馬身差は離れているでしょうかやや縦長の展開となっておりますさあメロリン級がどこから仕掛けてくるんでしょうか依然として先頭は背が高いんですおーっと後方からは公明クイーン共産の山田区2位じゃダメなんですかが4位に転落2位じゃダメなんですか4位じゃダメなんですこれが立民級者の凋落か最後の直線に入った安定している背が高いんです1メー,ー9 9ンチ背が高いんです背が高いんです足長い でですすゴールイン1着は背が高いんです続いて公明クイーン共産の山田区2位じゃダメなんですかが4位続いて後ろ髪光かれたい注目の6着はメロリンキューそれでは全国の勝利馬議員を振り返りましょう自民旧社元3年 B 組3勝目今井スピードエリコ2勝目 9社飯田橋の次の博士、初勝利、維新の厩舎、おしゃべりランナー、初勝利、嘘の人、初勝利、皆さん、おめでとうございます、参議院はタレントさんのセーフティーネット、再就職先です。